だの葉の伸び、東京の日をいつまでも。雑稿、東京という名称は佐藤信弘が江戸を東京とすべきと説きました。明治維新の際、大久保利通が東京へと改称したのは彼の影響によるものでした。佐藤信弘は明治維新尊王攘夷の夜明け前をリードした平田篤胤とともに秋田千秋公園八鷹神社に眠っています。平田篤胤の国学はキリスト教の創造神話を意識した雨の水か主の神を創造主とする宇宙創造論であり、儒教的仏教的色彩を完全に排除した復古神道神学でした。平田学派の国づくりは廃仏毀釈となって日本文化の根本を揺るがす運動へと発展。特に島崎藤村の夜明け前の舞台となった岐阜県中津川市の内儀藩は仏教的なものを徹底して排斥しました。平田篤胤の原体験は20歳、秋田藩を脱藩江戸へ登る途中、院内峠で吹雪の中で遭難、死を覚悟した時、いずこからか左へ左へとの声が聞こえてきました。見えざる神の導きで命を救われた経験から幽界霊界への関心となり、玉の御柱を表しました。廃仏毀釈は朝鮮半島から仏教が伝来した時が始まりです。欽明天皇は外国の宗教を日本に受容すべきか否か決めかねていました。物の部氏中富氏は仏教受容に反対、一方蘇我氏は渡来人勢力と連携、需要に積極的でした。当時自然災害や疫病が流行りだし、仏像の廃棄や伽藍の焼却など大規模な廃仏毀釈が起こりました。聖徳太子は神道を政治の根本に据え、儒教は国民の道徳的生活、仏教は宗教的生活の浄化を図るために尊重しました。大化の改新の目的は神道を日本の国家宗教の座に回復させることにありました。富士山が象徴する美しい国日本は外敵に狙われやすい。先日韓国国会議長ムン・ヒさんが天皇陛下の謝罪を求める上から目線発言が品色を買いました。また統一教会教祖文鮮明は日本教会会長久保木修美を天皇陛下の身代わりに仕立てて自分の膝の前に土下座させていたことは有名な話です。